はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は大ニュースです。ヒーローに新能力と、なんと、能力変更が追加されます。からかじんのー、ケスケリキクのー、ケスケです。ポン!ということで皆さん、こちらご覧ください。はい、次の大型アップデートやってくるヒーローの装備ですね。さっきも言ったように、ヒーローの新能力が追加されて、そして能力をね、変更できます。もうカスタマイズできるようになるっていうことなので、今回はね、皆さんにどんなシステムなのかっていうのをね、皆さんにお送りしていこうと思います。なので、ぜひ、最後までご覧ください。本当にマジでめちゃくちゃ大型アップデートなので、ぜひ最後までご覧ください。はい。なのでね、こういう風にクワクワ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、こういう風に公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、チャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報をいち早くゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、こちらのヒーローの装備ですね、システムとどんな能力が追加されているのか、こちらね、お送りしていきましょう。レッツゴー!課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。まずはですね、新施設の鍛冶屋っていうのが追加されまして、こちら、なんと、タウンホール8から追加されます。はい。もうすぐにですね、もうアンロックできる施設となっておりまして、で、レベルを上げていけばいくほどですね、新しい能力が追加されていきます。従来のね、ババキンのフィストとか黒金もあるんですけれども、レベルを上げていくとね、新しい能力が追加されまして、例えばなんですけど、バーバリアンキング、はい、新能力、アースクエイクのブーツですね。こちら能力発動すると、はい、アースクエイクが発動して、壁を開けたりとか、あとは、アチャクイの新能力、ジャイアントアローですね。能力を発動すると、はい、こんな風にですね、はいはいはい、もうでっかい弓を放つっていう、能力ですね。レベルを上げていけば、いくほど新能力を開発して、こう、アンロックできるっていうシステムになってます。で、能力はね、2種類あります。今までの能力、バーバリア人形、ですね、っていう名前に変わるんですけども、こういう風にですね、能力発動する、っていうのはですね、アクティブ能力っていうのになります。こう、アイコンをね、タップすると能力発動してるじゃないですか。それね、アクティブ能力になります。で、もう一つがパッシブ能力。はい、吸血髭ですね。こちら、バーバリアンキングが攻撃するたびに、ババキンの HP を回復していくっていうね、能力になるんですけど、これはね、もう、常に発動するっていうので、パッシブ能力。常に発動する方は、パッシブ能力となります。まあ、ウォーデンのライフオーラと、同じですね。ライフエメラルドっていう名前になるんですけども、これも常時発動型ですね。なので、常時発動型はパッシブ。で、自分でね、任意で発動する能力をアクティブ能力っていう、2種類に分けられます。そして、能力なんですけども、こちら新しい資源、新資源で、スキルの方、レベル上げていくことができます。こちらの資源はですね、はい、下に表記されています。クラン対戦とか、星ボーナス、リーグ対、によってね、獲得する量変わるんですけれども、それによってね、こう、資源ね、もらえて、で、自分のね、能力のスキルを上げていくっていう、そんなシステムになっていきます。で、残りのね、紹介してない能力見ていくんですけれども、これがババキンですね。通常のフィストのババが出てくる。で、レイジはね、ババキンがレイジ状態になる。これが通常のフィストなんですけど、それがね、二つに分けられたっていう感じですね。で、こんな風にですね、組み合わせを、変えることができます。はい。こんな感じで、吸血髭とか、アースクエイクのブーツとか、こんな感じでね、能力変えられます。で、アチャクイね、まだ紹介してないのが、これが、通常のクロークのアーチャーが出てくるっていうやつですね。で、これがですね、インビジブル薬。あ、これがクロークの、消える能力となっております。で、新能力がさっきのジャイアントアロー以外に、はい、ヒーラー人形っていう、やばい能力が追加されます。これやばい。はい、ヒーラーが3体出てきます。ヒーラーが3体、新能力、ヒーラーが3体出てくるっていうね、これやばくないですか?だから、急に通常のアチャクイかと思ったら、急にクイヒーになるっていう、この能力やばいっすよね。で、あとね、ウォーデンね、やばいのが、あ、これ通常のエターナルトームですね。ユニットが無敵状態になるっていうのと、ライフオーラっていうのがあったんですけれども、さらに加えて、ヒーリングトームっていうのが加わります。これね、ライフオーラの円の中にいるユニットの HP を回復いたします。これやばい。これも強い。あと、次にやばいなって思ったのが、次っていうかもう、これもやばいです。レイジ
と、レイジオーラですね。はい。円の中にいるユニットには、レイジ状態。レイジがかかります。これやばいっすよね。なちょっと、じゃあ早速能力ね、交換して使ってみましょうか。あ、ちなみにロイヤルチャンピオンはね、はい、新能力が追加されません。これはね、とりあえず、今回のアップデートは追加されなくて、まあ、次のアップデートとかで、徐々にね、新能力、ロイヤルチャンピオンにもね、追加されていくと思いますね。楽しみに待っておきましょう。さあ、それでは、ね、能力ね、ちょっと使っていってみましょうか。試しにね、ババキン、はい、使っていきます。さあ、こっからやっていくと、はい、わかります。体力。はい、吸血髭つけてます。はい、体力がちょっと回復してるのわかります。新能力。吸血髭。で、能力発動していきますか。いきますよ、ここから。はい、アウォーつって。能力発動していくと、はい、アースクエイクでこっちの壁、開けていきました。これ面白いですよね。なので、使う戦術によって、この能力を使い分けていくっていうイメージですかね。吸血髭だったら、まあ、ドラゴン系の編成で、ババキンを外周に流すときとかに、まあ、吸血髭でこう外周歩かせていくみたいな。そんな使い方できますし、アースクエイクのブーツだったら、こう中にね、入れていく系。まあ、陸編成で中に入れていく系で、こう、中心部分でこう、クエイクを使っていくみたいな、そんな使い方できますね。で、次、アチャクイやってみましょうか。アチャクイ。さあ、いきますよ。こっから、クローク、発動していきます。今回ね、あれです。あれをつけていきます。ヒーラー人形と、ジャイアントアローをつけてるんで、どうしようかな。どこで使おうかな。攻撃され始めたら使う？じゃあ、ここで使っていきましょうか。行ってこい。さあ、はい、ビューイーンつって、ま、とか飛んでった。で、はい、ヒーラー生まれてます。はい、ヒーラー、死んだ、死んだ。っていう感じなので、アチャクイはね、おそらくね、クローク、インビジブルの方、こう、ターゲット消えてターゲット外す方はね、必須になって、で、アーチャー生む方を、こっちのジャイアントアローか、ヒーラーを生み出す方に変えると、強いと思います。で、次にね、ボーデンやっていきましょうか。はい、ボーデン、はい、ダストですね。はい、レイジオーラ。で、すごいのが、ここがヒーラーダスト。はい、ヒーラーがレイジ状態になります。で、あとね、消えてるのは、これ、インビジかかったのは、これ、シンペットのね、スピリットフォックスの能力のおかげです。はい、なので、ヒーラーレイジかかった状態になりますんで、ボディヒーとかで火力高いところさ、通すときとかに、ちょっとね、心配だなっていうのあるじゃないですか。ちょっとレイジ1個使っちゃうなっていうの。それがね、ワンチャン温存できるっていうのが、こちらの強みになるかなっていうふうに思います。で、あ、ちなみにね、注意点ありますんで、そちらの方ね、お送りしていきます。はい。まずはですね、レイジオーラと通常の呪文、ね、のレイジ、これ重複するのかっていうのをお見せしようと思います。まずはね、こっからね、ちょっと、こう、通常のレイジだけ使ったパターン、見ていくんですけど、はい、こんな感じで使っていくと、はい、こんな感じでね、こう、ボーデンが、ちょっと減っては増え、ちょっと、減っては増えてよ。ね、繰り返してんじゃないですか。なので、これさ、レイジオーラに変えて、で、通常のレイジの呪文使ったら、一気にこう、ボーデンの呪文が、もう、減ったり増えたり繰り返すことなんか、ギュイーンって増えるかっていうのをお見せします。はい、では、見ていきますよ。レイジの呪文とレイジオーラ重複するのか、お見せしていきます。まあ、結果ね、言っちゃうと、これ重複しません、レイジオーラと。はい、これレイジかけるんですけど、さっきと同じような増え方してますよね。ちょっと増えては減って、ちょっと増えては減って、みたいを繰り返してますよね。なので、レイジオーラと呪文のレイジ、重複しないのでご注意ください。はい、じゃあ実際の編成に組んでね、使ってみた、ところちょっとお見せしていきましょうか。別に前回取れてるわけじゃないですけど、ちょっとどんな感じなんだろうっていうので、ね、ちょっとお見せしていこうと思います。いやね、面白かったですよ。能力は、ババキンには、レイジの呪文、レイジ、通常のレイジと、アースクエイクのブーツ。で、アチャクイには、通常のクローク、消える方のインビジブルと、で、あとはね、ヒーラー人形、つけました。ヒーラーが出てくるやつね。で、ボーデンには、やっぱりね、エターナルトーム、通常のトームと、ヒーリングの、能力、つけてみましたんで、ちょっと、見ていきましょうか。いきますよ、こっからですね。こう能力入れていきます。ここら辺ちょっとすみません。早送りでやっていきます。で、まずはね、ボーデンのヒール、見ていきますよ。こっからね、こうね、ちょっとまあ、逸れちゃってしまってると、ヒーラーこっちの方に行っちゃってると、あ、スーパーボーラーについてないと。そんな時に、さあ、ボーデンが戻ってきてからのトーム、無敵状態、かつ、はい、回復します。スーパーボーラー回復してる。ヒーラーついてないのに、こんなことができてしまいます。ほんとこれ、やばいっすよね。
で、次、見ていきましょうか。ババキンにアースクエイクのブーツつけてみました。外にそれてしまってますね。外周流してるブーツ。あ、圧着が反応してる。圧着いたしたい。そんな時はですね、はい、クエイクを使ってって一気に、壁を開けて、圧着を倒していきました。こういう使い方もできます。で、次。どうしようかな。次は、じゃ、あ、圧着だ。次どうしようかなんじゃね。次がね、圧着ですね。ヒーラー人形なんですけど、こっからね、はい、ヒーラーがもう、全部やられていってしまいます。ここからね、やられていくわけですよ。やられていったと。あー、スマッシュ系の編成でヒーラーがいないわ。もう致命的。そんな時に、はい、クローク発動してヒーラーを生んであげて、で、タイタンにつける。みたいなことも、できてしまいます。なので、ほんと、配置と、編成に合わせて、能力を変えていくっていう感じになりますね。じゃあ、リアルタイムアタックでね、別の能力をつけてやってみましょう。キングには、吸血髭。攻撃すると HP が回復する吸血髭。で、クイーンには、ジャイアントアロー。で、ボーデンには、レイジトーム、レイジオーラか。つけて、ちょっとやってみましょうか、最後に。そしたらね、キングはもう外周流すんで、外周流す上に吸血髭で、はい、こう死なないババキン作ってます。で、クイーンは後でやったそう。いきますよ、こっからじゃあ、バトルドリルにセットして、行ってこい、ディガラッシュちょっとやっていきますよ。で、からの、レイジオーラをつけた、はい、ウォーデンをやっていきます。で、そうするとどうだ、こっから。さあ、こっから、一回トームを当てていって、無敵状態にしていく。進行とか早いんじゃない？早いんじゃない？どう？わかんねえな。レイジついてね、レイジオームつけてる状態と比べてねえか、ちょっとわかんないんですけど。はい、こんな感じで。ディガにね、レイジとかかけなくても、その分ちょっと進行が早くなるみたいな、そういうこともできてしまいますからね。で、こうやってこう、ディガどんどん進んでってもらって、あ、もうディガもう、あ、やべ、火力高。そう、マルチアーチャータワーとかあるんで、新設の、めちゃくちゃ強い。やばい。複数同時攻撃施設が増えてる。いや、でも残ってしまった。どうしよう。よし、こんな時は、あ、ちょっかい、行ってこい。どう？あ、そっちに行っちゃう。じゃあ、ラストに、ジャイアントアロー、ちょっと発動していきますか。いきますね。引けてみた方が面白そう。で、こう、イーグローに、タケ取られてしまっております。そんな時は、ここから、能力発動。はい、シュイーンって、やってって言って。そんな、施設壊さなかったんですけど、なんだろう。ジャイアントアローに関しては、なんかこう、最後の一撃、最後の一押しみたいに使うっていうイメージになりますかね。ケイスケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、そんな感じで今回はですね、12月アップデートやってくるヒーローの装備、ヒーローの新能力とシステムについてご紹介していきました。いや、まさかまさかのね、すごいアップデートやってきましたね。ちょっとね、これにどうなるか、ほんと環境ね、めちゃくちゃ変わると思いますね。またね、どんな組み合わせがいいのかとか、どんな能力をね、強化していくべきなのかっていうのね、またね、動画でご紹介していきますんで、ぜひぜひね、チャンネル登録と、あとは通知をオンにして待ってくださると嬉しいです。はい。ということで、高評価動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。